はい、えー。皆さん、こんにちは。三橋隆明でございます。えー、今回はですね、えー、財務次官、今の現在のですね、えー、財務事務次官の矢野浩二氏の文,、えー、文芸真珠における機構についてお話したいと思ってるんですけども、あの記事が出て以降ですね、私のところに、えー、与野党問わず政治家の方々から、あれはもう選挙妨害だと、えー、そういう声が入っております。 10人近いんですけどね。はい。で、これ、本当に大変な問題です。はい。ということで、今日はちょっと集中して取り上げたいと思うんですけど、え、これはですね、文春オンラインに、まあ、このままでは国家財政は破綻するということで、矢野孝治財務事務次官がばらまき政策を徹底批判という記事が載りまして、まあ、その後、あの、実際に文芸春秋の機構が刊行されたわけなんですけど、彼何言ってるかというと、 この財政について破滅的な衝突を避けるためにはと、まあ、これは財政破綻のことなんだろうけど、昨今のばらまき的な政策論議は、実現可能性、有効性、弊害といった観点からかなり深刻な問題をはらんだものが多くなっています。それでも財務省はこれまで声を張り上げて理解を得る努力を十分してきたとは言えません。そのことが一連のばらまき合戦を助長している面もあるのではないかと思います。 先ほどのタイタニック号の例えで言えば、衝突するまで、つまり財政破綻するまでってことなんだろうけど、衝突するまでの距離はわからないけれど、日本が氷山に向かって突進していることだけは確かなのです。つまり財政破綻に向かっているってこと。この破滅的な衝突を避けるには、不都合な真実もきちんと率直視し,し、先送りすることなく、最も賢明なやり方で対処していかなければなりません。そうしなければ、将来必ず財政が破綻するか、大きな負担が国民にのしかかってきますというのを、まあ、本人が、 言っているわけなんですけどね。これね、二つの意味で重大な問題なんです。重大な問題があるんです。一つ目は内容が間違っているということです。単純に。これね、矢野さんって昔からこう財政破綻論者でございまして、これはね、2005年の6月に彼が出した本、矢野浩二待ったなしの日本財政危機、平成の子どもたちの未来のためにという本を出してるんですけどね。 ちょっとあの、矢野さんについて調べたんで、この本読んだんだけど、すごいんですよ、この本。まあ当然財政破綻論なんだけど、まあそれはそれでいいんだけどね。この本に、日本銀行という言葉が一回も出てこないんですよ。日銀も。<laughs> はい。いやいやいや、ちょっと待てえと、ちょっと待てえと。日本銀行の存在知らないの、矢野さんと。思いたくなるような状況。まあ、でもこれはまあ2005年なので、まあ当時知らなくて、今知ってるのかもしれないんですけど、 はい。これがですね、矢野浩二さんが、えー、発明した、ワニの口というやつですね。こっち、一般会計歳出。こっち、一般会計税収。で、ここの差。これが、ワニの口のように開いてる。なんか、2020年度は上、うわ、うが折れたって感じになっちゃってますけどね。はい。これ、だから、これを大変だってことで、まあ、矢野さんが騒ぐ。まあ、要は、財務省のプロパガンダのために作った、彼が作った図なんですけど、これね、卑怯なんですよ。なぜか。 一般会計採取には国際償還費用を入れてるんです。はい。で、こっちは一般会計歳入、あ歳,えー、歳入じゃなくて一般会計税収になってるんです。つまりこれ国際関連費除いてるんです。おかしくないなんで採入の方から国際関連費除いて、最初の方だけ国際関連費入れるの <laughs> こう見せるためなんだろうけどね。割の口が開いてるやりたかったからなんだろうけど。ちなみに、ここの青い方をですね、一般会計歳入に変えると、これ同じ線になります。当たり前だろうと。当たり前だろうと。歳入と歳出がイコールなんで当たり前だろうと話なんですよ。もちろん国債の調整分はあるんですけど。まあ、こういうインチキグラフを作って、それで国民を騙して、それで財政破綻を推進してきた親玉が矢野浩治なんですよ。矢野浩治なんです。その矢野さんに聞きたいんですけど、あれこれ、 え、島倉さん作った図ですね。日本政府の債務残高の推移。えー、これ1870年からこう見てますけどね。ここすごいですよね。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万億円。ここ1000兆円なんですね。まあ、これだけだと何が何だかわかんないから、文字にします。日本政府の債務残高は、名目の金額で1872年の3740万倍になってるんですよ。3740万倍ですからね。で、実質でも546倍になってるんですけど。 はい。どこに氷山あるのどこに氷山あるの ?3740 万倍だよ。もちろんそのインフレの影響を除いたら500倍ぐらいだけど、なじゃあもう財政破綻してもおかしくないんですかこんだけ増えてたら。なんでしないのと。はいえー、今の超長期なので、ちょっとあの、長期で見てみましょう。これちなみにあの、出店財務省だからね。政府の長期債務残高、1970年度と比べるとですね、だいたい166倍になってるんですけど。166倍。 何が問題なのこれで。何が問題なのえ、矢野さんが言ってる財政破綻ってわかりませんけどね。はい。何の、何の定義なのか。でも普通は国債のデフォルト、債務不履行ですよね。で、財務省様、これ日本の財務省だけど、日本の財務省様は自ら、日米などの先進国の自国通貨建ての国債のデフォルトは考えられないと公式に表明してらっしゃるじゃないですか。矢野 事務次官は、まあ、事務次官という立場にありながら、財務省の、そういう、その、ま、移行に逆らうってことなんですかね。財政破綻するって言ってるわけだから。ここの、え、整不整合はちゃんと説明する責任があると思いますよ。事務次官なんだから。矢野さんは。しかも、166倍になってる。もちろん、これだけ政府の債務残高が膨らんで、国債金利が上がったとか、インフレ率が上がったってならわかるんだけど、国債金利今、今、0%なんですけど、インフレ率に至ってはマイナスですけども。何の問題があるんですかと。 いうことですね。これをちゃんと説明してもらわなくちゃいけないんですよね。まあ、要は今日本デフレなんですよね。で、コロナですと。コロナですと。はい。だから国民が所得減少に苦しんでしまっていると。それを与野党の政治家たちが救うべくですよ。様々な財政出動のメニューを提案して、それで総選挙を戦おうとしているんです。今からですね。はい。例えば、まあ、積極財政への転換とか、第一に掲げた政党もあるわけですよ。このタイミングで、 ありもしない財政破綻を煽る機構を財務次官が大っぴらにするってことは、これは完全に選挙妨害ですね。中身が間違っているのに加えて。はい。大体あの、矢野さんは本当に知りたいんだけど、この時これは入ってなかったけど、日本銀行って存在知らないのかなと。すでにして、日本国債の48%は日本銀行が持ってるんですけど。はい。え、子会社が親会社である財務省様に、金返さないとか言ってくるんですかこんなもの永久に借り返しときゃ済む話でしょと。 いうことですよね、はい。ということで、もう嘘なんですよ、内容が。はい。その内容、嘘の内容をですね、ひたすら言い続けて、かつこの選挙、総選挙の前のタイミングという形で、寄稿を上げた。これは許されある行いだと思いますよ。確実に。で、そもそも、財務事務次官という立場にある方が、特定の政策について意見しちゃいけません。もちろんですよ。今回の寄稿が、その財務、財務事務次官という言葉を使わないで、一般人、矢野工事として、 発表されたんだったら、まあそれはいいんですけどね。ちゃんと財務事務次官って名乗ってるんだから、本当に問題なの。ちなみに国家公務員の政治選挙活動っていうのは、まあ、ある程度制限されてるんだけど、公職選挙法では、えー、次の覚悟のいずれかに該当するものは、その地位を利用して選挙運動をすることができない。選挙運動の禁止っていうのがあるんですね、まずね。 国もしくは地方公共団体の公務員、または行政執行法人もし、もしくは特定地方独立行政法人の役員もしくは職員。でもこれ禁止してるのは選挙運動なんですよ。誰々に投票してくださいっていうのはこれやっちゃいけないんです。公務員っていうのは。でも政治運動はいいんですよ。政治運動はいいんだけども、でも国家公務員はその政治運動、政治活動についても法律で制限されています。これは公職選挙法じゃなくて国家公務員法の第102条です。 職員は政党または政治的目的のために寄付金その他利益を求め、もしくは受領し、または何らかの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、人事院規則で定める政治的行為をしてはならないと、定めています。ちょっと細かく見てみましょうかね。これが人事院に載ってるんですけどね。え国家公務員に対する政治的行為の制限です。まあ、さっきのこの法律があるんだけど、なんでこの法律があるかというと、 国家公務員というのは国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持することが必要であり、その地位は政治勢力の影響や干渉から保護されていると。で政治の動向の遺憾に関わらず常に安定した地位でなければならないということです。はい。そうしなければ、行政という巨大なパワーを、あの、ま、こう、あの、差配する人がですね、政治的な事情でこう左右されたら大変なことになっちゃうからと。だから中立、 ということで、隔離されてるんですね。ある意味、国家公務員は。はい。このような趣旨から、国家公務員は、一定の政治的目的を持つ、政治的行為が制限されています。何が制限されているのかこれ。はい。制限されている行為。えー、政治的目的。特定政党の支持反対。公職の選挙で特定候補者の支持反対。まあ、これはどっちかと,いうと、あの、公職選挙法に引っかかるような気がするんだけど。まあ、こういうものもあるんだけど、この中にですね、これがあるんです。 多数の人に接し得る場所で政治的目的を有する意見を述べる。もろじゃないですか。えー、さらに政治的目的を有する文書の発行、掲示、配布。アウトって感じでございますよ、矢野さん。ということで、えー、懲戒処分、もしくは罰則3年以下の懲役または100万以下の罰金が必要でございますよ。岸田総理大臣。ここまでやったんだからと。いうことです。ただし、まあ、これを示しても、矢野浩二はこれで逃げるんでしょ えー、制限の対象とならない行為っていうのがあって、職務遂行のために当然行うべき行為は、まあ、これは適用除外なんです。矢野工事はおそらく、私が財政破綻を煽ってばらまきを批判することは、あの財務事務次官としての職務遂行のために当然行うべき行為だうんぬんって言うんでしょうけどね。はい。ところがですね、えー、そもそも、日本国憲法で財政処理の要件というのは、これ財務省に権限があるわけじゃないんですよ。はい。 第83条、国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければならないとなっております。はい。つまり、日本の財政上の権限を持っているのは矢野工事でもなければ財務省でもありません。国会議員なんですよ。そう憲法に書かれてるんだから。はい。はっきりの気候に戻ります。え全、ー、文は文言春日11月号ということなんですが、ここのタイトル、なんと、財務次官 もの申す。このままでは国家財政は破綻する。国家財政を預かる原約トップ官僚の告発ってなってるんです。これタイトルの時点で憲法違反だわ、これ。はい。矢野浩二別に国家財政預かってないからね。ということでですね、これどうあがいても逃げられないんですよ。逃げられない。まあ,あ、普通に、えー、え国家公務員法の第122条違反ですね。もしそれで、 その、自分が、あの、寄稿した分は職務遂行のために当然行うべき行為であると。なぜなら私は財政を預かっている身だからって言うんだったら、それは憲法違反ですわ。完全に。ということでございまして、まあ、政治家の皆さん怒り狂ってます。国民の皆さんも怒ってください。はい、こんなことやられたらですね、まっとうな政治的議論できないし、しかも内容が嘘だし、かつこの選挙の前のタイミング、パーフェクトな選挙妨害でございますので、財務次官の矢野工事の選挙妨害を絶対に許すな。と という声をですね、いろんな政治家に上げていただきたいと思った次第でございますね。はい、以上でございます。ありがとうございました。なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が 日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。